清下に任せて。どうも、小林です。今回は主力オブ主力清下会議適正の攻略をやっていきたいと思います。この任務ですが、アップデートと同時に実装された清下会議を連れていく任務ですね。清下会議または清下会議艇プラス霞浅下大淀足柄から2隻編成して 2-2、2-3、2-4、7-4 を各1回 S 勝利で達成です。またこの任務、今回同時実装されているカボチャの拡張任務の前提任務になっています。まずは 2-2 からです。編成が空母系に水母1、足柄、駆逐2隻の編成です。今回指定艦3隻ということで、まあ、3隻編成することとプラス 2-2 だとスタートから右固定のための水母までは固定になるかなと思います。で、残り2隻が空母系編成して道中1、2戦のランダムという形です。まあ、ほぼテンプレみたいな形ですかね。やっぱり空母を2隻入れて開幕航空戦重視の方が楽に攻略できるかなと思います。で、制空はボス制空確保の81以上に調整しています。で、まあ、今回空母使ってますが、ボスマス最短固定もできます。その場合は自由枠に従順級以下から編成して軽巡1駆逐2隻含めれば最短固定ですね。まあ、これでも攻略自体は十分できますが、まあ、お好みですかね。この道、清下の出番です。出撃。次に2の3です。2の3も編成は同じになっています。空母系に水母1、足柄駆逐2ですね。スタートから下ルートに進んだ場合は水母がいるので資材マス固定の最短ルートになってきます。で、上ルートに進んだ場合は道中参戦の9割ボスマス寄りのルートですね。制空は 2-2 と同じ、制空81以上に調整した場合はボスマス航空優勢で、制空枠を取る場合は162以上に調整しましょう。指定艦を駆逐3にしたりとか、大淀プラス駆逐2にして軽巡1駆逐4自由枠1隻の編成にすることで、ボスマス完全固定ってこともできますが、まあ、これ被弾率上がるのであんまりおすすめはしないですかね。で、実装時期並行可能な召喚任務ですが、 2-2 と 2-3 どちらも同じ任務が消化可能です。まずクオタリ任務、南西諸島方面海上警備行動発令が、これが駆逐3隻編成すると同時消化可能です。あとクオタリ任務の空母戦力の投入による兵団戦戦闘紹介があります。清下に任せて。2-4、編成が高順1、軽順1、駆逐4、指定艦は駆逐3隻にしています。指定艦に足軽や大淀を編成しても、まあ、できるんですけれども、ボスの成功を取るために水爆を装備できる艦がいた方がいいので、まあ、足柄入れるよりは高順編成した方がおすすめですね。最上海任特に随分海任熟練度最大で乗せておくとボス前のマスを航空劣勢にできますね。この任務解放してて最短ルート編成が厳しいということはないんじゃないかと思いますが、まあ、一応指定艦に大淀プラス駆逐2隻に編成して軽空母1、赤空母1、戦艦1の重量編成でも攻略は可能です。実装時期並行可能な消化任務ですが、クオタリ任務、沖ノ島海域迎撃戦、同じくクオタリ任務の戦火拡張任務 Z 作戦、全乱作戦があります。ヤハギ突撃する。サミダレを集めて林って場所だって。この浅島にかかってこい。もっともっとだよね。来いよ。アガヌ型を軽巡と侮らないで。武蔵さん、すごいな。私も今度は守ろう。ちょっと味方でしょ。アガヌ型を軽巡と侮らないで。冷房作戦？違うの？どの道、清下の出番です。出撃。最後の回が 7-4 です。編成が駆逐3、軽巡1、航空戦艦1、軽空母1です。
指定艦は駆逐3隻にして普段攻略する際に使用する準最短ルートで攻略しました。基地航空隊はエコ編成でボスの成功を削るのみですね。基地は戦力によって陸航を編成するようにしましょう。航空戦艦とケック帽は制空と水上艦対策装備で、ボス用の火力に駆逐1隻魚雷カットインにしています。で、残り3隻は対戦最終シナジーを装備。道中の戦闘マスは全て単王陣にして潜水艦処理を優先しています。この編成の軽巡枠に足柄や大淀を編成可能ですが、大淀は対戦陣が残念だったり、足柄は対戦できないのでボス用火力として入れ替えてもいいかもしれないですね。で、その際は駆逐3隻に参照シナジー装備って形ですかね。最後に任務達成報酬ですが、まず選択報酬1つ目ですが、入庁方法が限られている装備なら4連装攻撃魚雷なんですけれども、人によって任務や報酬でかなり持っているならもういらない可能性もあるので、他の選択でもいいかもしれません。自分は任務達成時点で4連攻撃7本を所持していたので8本目を獲得しました。多分これで今後報酬であっても8本目以降はよほどのことない限りは選択しないかなと思いますね。選択報酬2つ目ですが、まあ、こちらは電探一択かなと思います。電探選択しましょう。過去の入手手段だとイベントとランカ報酬以外だと最盛況クレの雪風、佐世保のしぐれという任務で4連攻撃魚雷との選択であった程度ですかね。自分はその時4連取ってましたね。まあ、最近だとね、補強動説に詰める22号電探系ではこれ最強電探なのでかなり優秀になったかと思います。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。